というわけで ASMR ウィーク。ねえ、何日目今日ちょっと待って、 ASMR ウィーク水曜日だよね。さあ始まりました、 ASMR ウィーク Days 3、 3日目です。水曜日ということで、やっぱみんな素直だよね。水に関するASMR がいいということでした。実は前回の ASMR ウィーク初回の時も水曜日は水にまつわる水の音だったんですけど、今回は水のスクイーズです。で、今日はね、一からスクイーズ、水のスクイーズ作ろうかなと思うんですけど、その前に普通のスクイーズの音をみんな聞いといて。以前も出てきました、普通のスクイーズ。このユニコーンちゃんは甘い香り付き。スイカちゃんもどんなに潰されてもすごいずっと笑ってるからかわいそうっていうコメントがたくさんありました。すごい笑ってる。で、意外と好きだったのがこれ、ダイソーのもので作れるそうです。はい、やってみます。お水、ここだ、風船、そして中に入れるホログラムとか石、スティック思い出すね、こう。簡単なんだよ。ここにお水入れて、こ
こういうの入れて縛って完成。マジって感じでしょ。やってみようか。じゃあまず水を。風船の中にお水を入れます。あこわ、お水が入りました。見えるかな、ここまで入ってます。でここに
ばいな、お気に入りを見つけました。はい、というわけで水のスクイーズの水曜日いかがでしたか。 ASMR ウィーク今日は3日目でした。明日からも日曜日まで毎日 ASMR 動画アップしますので、ぜひ感想コメントもよろしくね。高評価ボタンももちろんよろしくね。あとはまあリクエストも欲しいし、また次回以降ね、参考になるような活かせるようなそんなアドバイスいただけたらまた嬉しいなと思います。みんなで一緒に ASMR 盛り上げていけたらいいね。ではもうこれ大のお気に入りになりました。明日もお楽しみに。 ASMR ウィーク西田愛でした。では海に飛び込みます。いきます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。